こんにちは、紹介者 JP です。はい、今回はですね、やっと4番5番のエレファントタイガー発売されまして、全部で10王キューブが 1,2,3,4,5,6 体になりました。今回はこの、10王チェンジャーに、含まれているスーパー合体の音声がありますけれども、でこれで締めて、はい、このワイルド獣王キング、獣王キングの3、2、1みたいに下から順に、繋がっていくと思うんですよ。で、この順番を頼りに、これらでね、ワイルド獣王キングっぽいのができるかどうかちょっとやってみたいと思います。ちなみにこれ完全に、個人的な予想なので、もうワイルド獣王キングがどういうものなのかがわからない体でやってみたいと思います。はい、その辺ね、ご了承ください。いろんな事情ありますからね。あくまで予想です。はい。では、行きたいと思います。ちなみに、ゴリラはもう、情報公開されてますし、カタログにもね、雑誌とかにも載ってますので、どういうものなのか大体想像がついて、わかるんですけど、一個足りないので、あと、モグラもなんですけども、まあ、モグラはしょうがないかな。今回はゴリラの代わりに1番のイーグルをもう1体、追加してみたいと思います。あとビッグキングソードね。やっぱり獣王キングみたいに合体は、キューブからのはずなので、一気にキューブにしたいと思います。まずはシャークとキリンと、はい、タイガーと、こんなにいっぱい変形するといいですね。なんか始まってまだ間もないのにこんなにマシンがあると楽しいです。はい、で2体目のイーグルですね。はいはい。で、順番が何だったかというと、まず4でしたよね。4って来てたんで、多分一番下が4なんですよ。でキリンは置いといて、4、3、2って来てたから、4の上に3を乗っけます。で2ですよね。多分これはもう2をこの上に、獣王キングが上に乗るような感じなのかな。次が、5って言ってたんですよね。だから5を、このシャークの上に乗っけます。おー、だんだん長くなってきましたね。はい。で、4、3、2、5。で、次なんだっけ ?4、3、2、5、1。1、6。1、6だから、ここで1が2つつけばいいんですけど、多分これ使うんですよね。で、よく見ると、1番って、これ、どう考えてもこれ稼働できそうです。こうガチャガチャガチャってなるとこですよね。これを多分、1、6。おー、来たー。多分他の穴はね、刺さんないんですよ。下からじゃないと刺さんない。これですよ、絶対。まだね、もうこの一面で数字見えてますもんね。あとはこれキリンが、残ってます。モグラもあるんですけど、まだ発売されていません。でキリンにはこの謎の穴がありまして、よーく見るとエレファントの、横ですね。特急王に、タンク列車とかカーキャリア列車がつくようなイメージかなと思うんですよ。でこれをつけようとすると、あ、わかったわかった、こっちだ。びっくりマークも見える方向で、こうでしょ。つきました。で、こっち側にはモグラがつくはずなんですよね。あれ、なんか、あれ、でもなんか安定しませんね。あ、こうか。あ、これで安定した。やった。おー。多分こんな感じですよ。そして、やっぱりビッグキングソードが上から刺さる感じなんですかね。こっちか。ほっ。お、刺さった。ひっくり返して、やっぱり頭部は、はい、くるんと出して、あれ、手がない。
あれ結構近いと思うんですけどね。あ、多分この辺をどこで出すのかわかんないですけど、これやったらいいかな。なんか違う。こう、やりたいのは、こう、ん?こう。いや、なんか言ってんだな。あー、なんか惜しいんだけど、どうだろう。あ、わかった。こうだ。こうして、こうか。こうだ。それか、それか、こっちか。どっちだろう。多分ここで、あ、多分これを、こんな感じで、この向きにしたいから、ここでガチンってくっつくのは不自然ですよね。やっぱりこれですよ。で、こうかな?おぉ!ちょっと、ん?こう、合ってんのかな?これで多分いいんじゃないかな。どっちだろう?多分、前の手か、前か後ろ、どっちかを、出すんでしょうね、きっと。とりあえず、こっちで合わせてみよっか。こういう感じですよね。おー!ちょっとそれっぽい。あとは武器、キングソードをとりあえず持たせておきましょう。そして、多分ね、この辺にジョイントが、まだ残ってるんですよね。多分この辺なんかつくのかな?多分この辺なんかついて、顔も絶対変わりますよね。何か被さる的な感じになるんじゃないかな。もっとイケメンになると期待してます。バイザーみたいな顔いいですよね。僕好きです。あとは、モグラがこの辺につくんですけど、とりあえずキリンを置いときましょう。おー!はい、完成!妄想ワイルド獣王キングです。やば!かっこいいんじゃない?え?これめちゃめちゃかっこいいんじゃないですか?本物のワイルド獣王キングは絶対もっとかっこいいと思うんですけど、この時点でもうかっこいい。なんかこの肩周りのボリュームがすごいですね。迫力あるし、1,2,3 のベースの獣王キングのスタイルよりもより人型になりましたね。そして重さは、そうですね、そんなに重いって感じはしないですね。はい、ということで今回はワイルド獣王キングを妄想してみました。果たしてこれがワイルド獣王キングの本物にどれぐらい近づいているのか、疑問ですが、劇中でのゴリラの登場やスーパー合体への流れなど、今後の展開が楽しみですね。ということで以上、妄想ワイルド獣王キングをご紹介いたしました。